敵なハムスターライフを。今回はハムスター飼育初心者の方向けに100円ショップで有名なダイソーさんで購入できる商品で即砂場にできる商品をご案内したいと思います。私の紹介をさせていただきますと、最近ハムスターを飼い始めたんですけれども、もう好きで好きで好きすぎてですね、夜中の3時に起きて朝までハムちゃんを眺めて、その後、会社に出社みたいな生活を毎日送っています。これからも可愛いハムちゃんの動画や注意喚起、知識の動画をアップしてまいりますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。私の紹介は以上です。もう動画に映ってるんですけれども、これはですね、この商品はですね、防災用の水タンクなんですね。金額は、税込みで確か440円だったと思います。100円ではありません。ダイソーさんだったんですけど100円ではありませんでした。先ほど入り口の、寸法を測りましたところ、直径で 3.5 センチくらいでしたので、キンクマハムスターは難しいと思います。ジャンガリアンで精一杯というような感じだと思います。で、最初はですね、これを置いても入ってくれるかなと、心配してたんですけれども、置いたらですね、もうすぐ入るようになったと。やっぱですね、ハムちゃんもビッグな、大きなですね、体が荒れるような砂場が欲しいんだなということを感じました。で、ここで危険なのはですね、これを置くとですね、中に入ってからハムちゃんが出てこないんですね。なので中で寝ちゃったりしてですね、なかなか出てこなくてですね、どうしようという感じになるんですけれども、裏を返せばですね、そう考えると安心できるし遊べるしと、ハムちゃんの体も清潔に保てるということですが、グッドアイデアだったななんてことも思っております。で、その中のですね、砂の清掃の方法なんですけれども、砂をやっぱ全部出すしかないのかなっていうことを、思ってましてですね、で、動画には出してないんですけれども、すでに清掃の方を考えてましてですね、またダイソーさんの話になっちゃうんですけれども、キッチンの用品売ってるかと思うんですが、ザルと、あとそれを受けるボールが売ってますので、それを買いまして、ザルにですね、この砂全部落として、下にそのボールを置いとくと。で、ザルを揺らすと、その砂が落ちてですね、上にゴミが、溜まってですね、それを捨てればいいと。いうような簡単な清掃の方法もありますと。ということで、その砂を掃除するときにはちょっと一手間かかるんですけれども、それを簡易的にやる方法もあると。で、あとは、中でですね、タンクの中におしっことがこびりついてたらですね、コップを洗う、柄のついたスポンジで洗うといいと思います。またですね、その上場、天板のところを切って、で、手をもう中に入れられるようにして、スポンジで洗うとか、そういった工夫もしてもいいんじゃないかなと、今のところ思ってます。とりあえずこのタンクを置いてですね、ハムちゃんは大喜び、出てこなくなる危険性を秘めるほど、喜んでるということで、ぜひ、気になる方はですね、お試ししていただいたらなというところで参考で今回、動画を撮らせていただいております。ジャンガリアンハムスターが精一杯いいかなというような、大きさでございます。はい、ということでですね、今回はビッグな、砂場、ハムちゃんが出てこないほどの、危険な砂場という、ものを、紹介させていただきました。というところで、最後までご視聴していただきまして、本日もありがとうございました。これからもですね、ハムちゃんの素晴らしさ、知識を発信してまいりますので、よろしければですね、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆様、素晴らしいハムスターライフを。バイバイ。